しゃ、ロックフィッシュ。結構どこでもいますか？結構どこでも いますね。これがパーツ探ってみた。あ、本当ですか？はい、じゃあ僕も決まおう。ラッキー。いますね。いますか？はい。当たってきました？当たってきましたね。足元にも結構いるんですね。足元、結構足元ついてますね。あ、そうですか。いろんなとこにいるっぽいです。寒い。寒い。寒い。ガヤですね、多分いるのこれ。ガヤですか？ガヤメバルってやつですか？ちっちゃい。ガヤメバルでもいいっすよ。いないですもん。去年何釣ったか覚えてないもんな。シシャモモドキと。アイナメやってたもんな。アイナメ、シャモドキ、ドンコって言われてますかぐらいじゃないかな。ついてこん。反応なし。釣れないのでハードルワンにチェンジ。ぶち上げていくスタイルで。ヒラメのシーズンって今でもあるんですか？ヒラメまだ今でも釣れますよ。あ、本当ですか？北海道であまりバイブレーションは使わないって言ったけど、やってみないとわからないんで、バツちゃった。バイブレーションリフト&フォールで探る。なんかいてもいいけどね。浅い。キワもしっかり向かっていきます。あ、浅い。来ました。あ、見なくていい、見なくていいっすね。いや、ちょっとでかいんで、見せたくないんで。でかいんで、ちょっと危ないんで。危ないんで、ちょっと。下がってください。これ危ない。絶対毒持ってます、これ。うわ、降ってきましたね。はい。あ、結構これやばいっすね。踊りましょうか。これ強制終了のレベルですこれ。とりあえず走りましょう。これやばいやばいやばい。虹が、綺麗な虹が出てます。全然違います。この港めっちゃ広いですよ。あ、本当にめっちゃ広い。でも鮭やってるんですよ、みんな。これあ、これ鮭ですか？誰もソイとか狙ってないですか？狙ってないです。ロックなんて一人もやってないです。なんで？ロック釣れますかって言っても、なんもみんな、えって感じです。え、何か？あ、シャケ泳いでます、あれ。え、シャケ泳いでます、これ。あ、シャケ、あ、シャケですか？シャケ泳いでます。こっち来た、あ、それが電車。お、出た出た、シャケ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 、でっか。きあ、もう古くなってますけどね。ボロボロっすよ。でも一生懸命です。うわー、でっか。あ、こっち、あ、背中出した、傷だけだけど。あ、すげえ、これ傷で、なんか真っ黒っすね。はい、色が全然違う。多分川から持ってきちゃったんでしょうね、はい、これ多分。あ、もうこれ出産終わったんですか？いや、違います。え、多分上がりきれなかったんでしょう。あ、そうなんだ。ここにいっぱい鮭がいるわけだ。あ、あそこも全部これ鮭だろう、なんかこれ。鮭めっちゃいますね。あ、あれ鮭じゃなくて鳥でしたね。鳥でした。恥ずかしい。拡大したらめっちゃ鳥でした。ガヤメバル、うち出たことあるのかな。え、動画として出たことあるのかなと思って。こっちは出てないですね。出てないですよね。はい、まだガヤは出てない。前釣れてないって言ってるんですよ。マジで分かるんですか？マジで見てください。はい。ほら、あー、だだだだだだ。これなかなか針でかいから食わないです。だだだだだ。いるのがかかったっすか？あ、かかったか。マジかかったかも。あ、かかってない。お、ズタボロにされました。この下にもいるのかな。あ、ちっちゃい魚いっぱいいるな。はい、もうこれ、あ、もうちっちゃい魚、ほらほら。なんで、何これ、なんだこれ。あ、ガヤっすね、これ。こんな色ですか？ガヤっすね、ガヤの子供ですね、これ。ガヤとそういうの子供が混ざってます。ワームには食ってこんな。はい、ワームには食ってこんです。よし、取れた。取れました。何がついてくるでしょう。嘘だ、なんか重さがありますよ。重さがあります。うん、なんでした、こいつでした、犯人は。なんで人手が取れるんですか。人手でした。でっぷいし、なんか毒々しいっすね。めっちゃ当たります。
あ、メス当たりますよね。めっちゃ当たります。これもなんか、セットフックがダメな気がします。こっちもワームでも当たってます。あ、本当ですか。はい、餌持ってくのめっちゃうまいんですよ。ガイアが上手なんですか。ガイアが小さいから持っていくの。当たりそう、当たりそう、当たりそう。お、めっちゃ当たってる。はい。お、当たってる。わからない。めっちゃ持っていく。持ってってる、持ってる。お、当たってる、当たってる。来い。来い、来い。めっちゃ当たってる。めっちゃ当たってます。めっちゃ当たってます。めっちゃ当たってます。おお。まさか。ついてんな。え、ついてる。何センチですか、これ。これ4センチぐらいですか。ほら。これ子供、赤ちゃんですね。赤ちゃん。30ぐらいになりますよ、本当。なります、なります。あの、沖と方に行くともっとでかくなりますね。うわこいつ。お願いします。はい。僕は今ここで穴釣りに切り替えましょうか。今この状態で。ビチャビチャ持ってます。お、来た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 。なかなか大きいんじゃないですか。うわ、入った、入った、入った、やられた。やばい、めっちゃ来たっすね。めっちゃ来ましたね、来たっすね。やばい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 。あー、外れた。あー、外れた。いや、いますね、やっぱり。いますね、いますね。いますね。結構いい引っ張りでしたね。はい。挟まっちゃいましたね。何めっちゃいい。おー、来た。これ、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 でかいっすよ。これ、これ、いいっすよ。おー。これ、ガヤですか。これ、ガヤですね。でっか。サイズアップしましたね、ちょっとだけ。全然違いますね、さっきと。はい、手のひらサイズあります。すげえ、すげえ、すげえ、すげえ。ナイスでーす。さすがっすね。めっちゃいるじゃないですか。いますね。わー、これがガヤ。可愛い顔しますよね。可愛いっすね。はい。これ、美味しいですか、やっぱ。美味しいですよ、これ。やっぱ、メバルですもんね。はい、こちら、じゃあ、リングしますね。はい、ナイスです。はい。おー。とうとう来ましたよ。これなんすか。ソイです。ソイですか。え、来ました。小さいけど来ました。これフグなんですね。ソイですね。こういうソイの子供ですね、まだね。あ、子供か。はい。ずんぐりむっくりしてるんですね。ずんぐりむっくりしましたね。すごい、なんか食べてますね、いっぱい、はい、これで50センチぐらい行くんですよね。行きますね、でかいやつは。こういう堤防でも釣れます。はい、堤防でも釣れる可能性あります。頑張りましょう。でもナイスです、さすがです。はい、ちょっとちっちゃいですけど、はい、ありがとうございます。早速なんで逃がします。おお、ちっちゃいな。ここは荒株的なのは釣れないんですか。荒株的なのはもうあんな感じですね。ああ、あれがもう、そうですね、荒株ですね。もうこっち、あっちでいい荒株みたいなもんです。あ、まあ、穴釣りですか、さっきの。そう、穴釣りです。え、こっち側で。これは北海道のファミリーフィッシングですか。これはもう、どうかなよ。誰もやってないですね、でも。いや、ないです。こっちはあんまり少ないですよね。穴釣りとかですか。はあ、食料ならすぐ確保できるじゃないですか。はあ、こういう角。角どうだ、角。おお、すごい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 食う。すごい食う、すごい食う。おお、やばいやばいやばい。ああ、入らん。うわー、なくなっちゃった。なくなりました。はい、すごい壊れました。つかないね。しかし、このなんか明らかにヤバそうな、なんかいろいろ貝のついたところ。しかし、めっちゃ入っていく。来た来た、でかい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 。トニーさん、でかい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 。テニさん、でかいよ、ほら。お、でかっ。でかいよ、これ。でかい。テニさん、これでかい。来た、来た、来た。これ、いいサイズ。これ、いいサイズ。これ、いいサイズ。これ、もう、25以上あるじゃないですか。これ、でかいっすね。やった、やった、やった。
わ。うわくーきたー。穴釣りでこんなん釣るんですね。いいですね。これが天然さんの。そう。これを釣りたかったんですよ。ありがとうございます。自分の先でこんなもんですよ。皆さんなくなったんですね。ありがとうございました。あ、でも目標釣れましたよ。すごいですね。すごいですね。穴釣りでこんな。雨の中頑張ってくれましたね。ありましたね。はい。やっぱこっちの岸正解でしたね。さっきっちの方に。正解でしたね。はい。深いところがいるんですね。深いところいますね。いや、よかったマジで。いや、この北海道のこの穴釣り。穴釣り。いや、めちゃくちゃ楽しいんで、皆さん本当おすすめです。これ季節あるんですか？季節も関係ないですね。関係ないですか？はい、穴釣りは。ということで、こちら楽しそうだと思ってくれた方、高評価お願いします。お願いします。チャンネル登録、コメント欄もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。明日は。マグロですよ。あるかもしれない。マジでかいぞ、なんかでかいぞ、なんかあれはすげえよ。マジか。ご視聴ありがとうございました。次の動画はこちらから。チャンネル登録もよろしくお願いします。大丈夫です。